福山京子さん、事件当時86歳は、鹿児島県鹿屋市長小原町で一人暮らしていました。福山さんは、数年前に夫が他界しており、子供たちも市内などへ出て行っております。長小原町は、山深い場所にあります。国道沿いには、配送トラックの人に向けたお弁当屋さんもありますが、街道から内側に行くと、そこは限界集落に近く、7世帯、62名しかないところでした。住民の大半は、山を切り開き農業で生計を立てております。周辺には学校も、スーパーや病院もなく、鹿屋市内に行かなくてはいけません。そういった利便性の悪さから、若者は市内へ流れる一方で、長小原町は、昔からの仲間が集う、のどかな場所でもありました。2022年4月13日、福山さんの親族が、母親の福山さん宅に電話をします。けれども、電話に出なかったのです。その後も電話をするも、出ることはありませんでした。さすがに高齢だったこともあり、心配になって、福山さんの宅に向かいます。自宅に行ってみると、そこには誰もいなかったのです。さらに、床に血痕と思われるものまであったのです。そのことから、警察に行き、行方不明届を提出いたします。警察が捜査をすると、その日のうちに、自宅近くの高さ6メートルの急斜面の下で冷たくなった状態で発見されます。発見された福山さんは明らかに傷まみれだったのです。6メートルもの高さから転落すれば、当然傷まみれにもなります。けれども、それだけでついたとは思えないほどでした。また、福山さんの自宅内にも血痕があったこともあり、事件性の可能性もあるので、司法解剖が行われることとなります。司法解剖の結果、福山さんの死因は外傷性ショックと判明いたします。また福山さんの体には複数の殴られたような跡があり、凶器が使われた可能性があることから、福山さんが何者かに自宅で殺害された後、斜面から落とされた可能性もあるとみて捜査をいたします。近隣住民によると、福山さんは明るく優しい人柄で、恨みを買ったりトラブルに巻き込まれるような人ではないそうです。それでは、考察に移っていきたく思います。まず、考えられるのは、集落内か、集落外なのかです。仮に、集落内であれば、怨恨となります。福山さんの家は、山の中にある家ですので、通りから奥張っております。要は、知っている人物でなければ、なかなかたどり着けない場所でもあるということです。では、福山さんにどういった関係があったのかを考えていきたく思います。おそらく、集落内の関係、もしかしたら、高齢ですので、介護支援なども来ていた可能性はゼロではない気もします。ただ、取材陣によると、周辺住民とも良好な関係だったとも言われておりますので、集落内は少し考えにくいです。仮に、無理やり集落内での怨恨と考えるのであれば、認知症により、混乱して相手に攻撃的になってしまい、売り言葉に買い言葉になってしまった可能性も、ゼロではないと言えますが、認知症の報道はないので、少し考えにくいのかもしれません。発症していたとすれば、施設に入るか、周辺住民による理解もあったはずです。ただ、集落の場合は、外部への印象であったり、仲間意識の強さから、証言が少なくなってしまう傾向もあるので、可能性としては低いと思いますが、ゼロではないと思います。一番怖いのは、全く関係のない人物による犯行です。茨城県で起きた事件を彷彿とさせます。現場は、限界集落に近い状況で、家屋周辺の道もちゃんと整備されているとは言いにくいところもあります。そのような場所に、防犯カメラなどを設置するでしょうか。安全は永遠に約束されているような環境です。気心触れた仲間と、幼少期から一緒に人生の年輪を刻んできた環境で、外部から来るのは、業者くらいです。それを逆手に取られたら、日本中のそういった環境に身を置く人は、常に駆られる側となってしまいます。あまりにも情報が少なく、二つのパターンで考えることしかできませんでしたが、後者だった場合は、恐怖しかないと思いました。それでは、また、お会いしましょう。はい、今宵でございます。というようなところで、まあ、情報が少ないんで、まあ、本当、あの程度しかね、
考察することができませんでした。多分皆様も同じような感じになるんじゃないのかなと思います。まあ別れるとしたらやっぱその、まあ大体3つになると思うんですけど、まあ関係する業者さんに恨まれた、集落の中で恨まれてる、恨まれている、あともう一つは外部のそのへんてこなやつに駆られてしまったと。まあ大体その3つのパターンになってくると思うんですけど、現段階ではちょっと何が何だか分かんないっていうような状況のようでございます。ただね、そんな状況でも今回こう取り上げたのは、その集落全体がやっぱりその早く解決してもらいたいとか、またちょっと怖いなっていう、そういう思いがあるそうなので、まあ、取り上げさせていただきました。で、合わせてもうすでにね、ほぼ超高齢化社会になってきているじゃないですか。ある意味ね、そのある程度お金を持った高齢の方が狙われていくと、実際そのそういうので名簿を作られて、ルフィとかね、そういうのに襲われてっていうのもやっぱ出てきているし、でこんな言い方するのもあれですけど、ある程度やっぱ年齢がいくと持ってる人持ってない人の差っていうのがどん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 ね広がってったりするわけなんで、その高齢者同士だとしてもお互いね、こうそれを狙い合ったりとか、そういう事件もあったりするんで、まあ防犯面とか、またはねその付き合う相手っていうのも、まあ、年々付き合いも狭くなっていくと思うんですが、ちょっとねその辺も考えていく必要があるのかなとか、またはせめてこう防犯カメラをちゃんと、まあ防犯カメラって言ってもね、その高齢者の方が若い時にはなかったんで、じゃあそんなの必要なのかっていうふうに思ってしまうと思うんですけど、せめて遠隔でこうウェブでね、家族の人がこう家の状況を見られるよとか、そういうようなものを、さすがにねこう寝室までとかそういうのはね必要ないと思うんですけど、せめてリビングだけとか玄関だけとかね、そういうふうに設置しておくっていうのも一つなんじゃないのかなと思うんですよ。その同居っていうのはね、さすがにね、そのまあ難しいところがあると思うんですよ。例えばね、その奥さんが嫌がるっていうのもあれば、子育てでもう手一杯なのに、ちょっとおじいちゃんおばあちゃんの面倒まで見るの、まあそう面倒がいらない人も結構いますけど、中にはねやっぱ面倒が必要な人もいるわけで、そこまで見てらんないよ。最近共働き世代も増えてますよね。仕事して家に着いたら、今度義理の父親、義理の母親、その辺でもまた気が張り詰めてとかなったら、女性の方ってやっぱ大変じゃないですか。こう四六時中一緒にいれば、もう実の親子みたいになったり、文句の言い合いもできたりするかもしれないんですけど、その仕事が終わって家でちょっとの時間とかだけになったりすると、やっぱりいざこざっていうのも出てきたりね、圧力っていうのも出てくるんで、その一緒に住めっていうわけではないんですよ。じゃあ施設に入れちゃえっていう話なのかって言ったら、入れる必要ないのに入れると、それもそれでお金の無駄遣いとかにもなってしまうんでね、そのできる最大限の防御っていうのがやっぱ必要になってくるのかななんて個人的には思いました。その辺ね、そのまあ事件を風化させちゃいけないだけじゃなく、この事件からじゃあできることって何なんだろうっていうのを自分なりに考えた上でこうお伝えしていければなと思います。まあ、これをしろとかそういう話ではなくて、まあ、参考の一つになればいいと思うし、その事件が二度と起きないような、そういうふうになっていけば幸いですというような思いで
こういうふうにさせていただきました。ではまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。またお会いしましょう。